2024年の5月19日に撮影しています。宇治の大蔵まで帰ってきました。この後ろね、今さら地になってて、この向こうに任天堂ミュージアムっていうね、ミュージアムができるんですよ。宇治の誇りっていうね、宇治で任天堂が始まって、でその工場があって、今使われてないかな、もう展示されてるね、歴代のファミコンとかスーパーファミコンとかいろんなものが展示されてて、いよいよ、今年にミュージアムになるということでね、ここの土地じゃないですけど、ね、この奥に任天堂の工場があって、そこがミュージアムになるっていう場所で今ね動画撮ってます。今日生駒さん登ってきました。大阪方面のところから、要は生駒さんの西側から、東側、生駒さん越えて、遊園地も越えて、大阪から奈良方面出て、で、その後京都方面向いて歩いて帰ってきました。で今日田辺まで歩きました。全道のり30キロ、もう足バッキバキですね。最後歩いてた3人になったんですけど、でもまあめっちゃよう頑張って歩いてたなっていう感じですね。で道中は子供背負って歩いてたぐらいやったんで、ほんますごかったなっていう思いました。でまあ、ね、目的としてはみんなでその子連れがいてても一緒に登りきることできるか、その後も歩けるかっていうことに挑戦したかったのと、もう一個は無理とかね言ったり、無理ってどこまでが無理なのかって見極めたかったっていうのがあって取り組んでました。まあ無人島行った時にもね、どれぐらいになったらいっぱいいっぱいになるんかな、無理になるんかな、あといっぱいいっぱいになった時のね態度とかどんなんかなっていうのも知れてよかったですっていうのと、まあ私の中には無理って簡単に言わないんでね、無理って言ったとこからスタートみたいな感じで、だいぶ厳しく、今で言うスパルタとかねいう感じで受け取られてしまうんですけど、まあね、なんとか頑張る力をつけてほしかったり、無理って言ったところからどんだけこう、ね、その頑張る這い上がれるか、根性を出せるかみたいなことを知ってもらえたらなと取り組んでます。まあ、自分自身もそれですごいね、助かった反面とか、助かった面とか、頑張れるって歯を食いしばれるっていうことをね、知れてるので、余計なお世話かもしれないですけど、必要ないことなんかもしれないですけど、それをね他の人にも知ってほしいなと思って、まあ無理をいっぱいさせましたということで、中学生から高校生で3人で、全部30キロ歩きました。途中家あったりで、途中でこう帰っていくっていうのは他の子もいたんですけど、まあよう歩いた、もうみんな最後フラフラになってたんでね、足痛い痛いということで、私はここからもまだもうちょっと、距離あるんで歩いて帰りますが、まあよかったんで、もう運動したりこの疲れてる時にストレッチもめっちゃ大事っていうね、体温まってる時とお風呂上がった後ここでストレッチめっちゃしたら、効果的にしたら翌日だいぶ疲れ取れるんでね、楽になるんで、そういうこともまあ、ね、運動してしんどいっていうんじゃなくて、ストレッチしたらだいぶ疲れ取れるっていうことも知ってほしいなと思います。あとはしんどいって言ってからも結構動けるんでね、無理って言ってからも結構動けるんでね、はい、その無理を超えていけたらな、限界を超えていけたらなっていうような取り組みになってよかったです。まあ事故なくて、よかったです。無事安全にみんな帰れました。はい、で精一杯取り組んだんで、取り組んだ、ね、人たちは充実感もあったやろうなと思います。はい、まあ、それぐらいかな、私が他の人になんか見せれたり伝えたりできるの、限界突破できるんだっていう、限界突破したら楽しいんだっていう、ね、やる充実感出るんだっていうようなことなのかなと思います。まあ雨も降ってるんで、はい、もうちょっと、帰りまで息を引き締めて帰ります。はい、ということでまた明日から、運動祭、まあ、続けていきますということで、今日の動画投稿は以上です。